ヘスペロスクスは、模式種ヘスペロスクスワギリスのみを含む、ニセワニ類ワニ型上目の爬虫類の絶滅した属。アメリカ合衆国アリゾナ州からニューメキシコにかけての、後期三畳期カーニアンの地層で発見されている。眼気骨の存在に加えて、頭骨と首の解剖学的特徴が類似していたため、かつてヘスペロスクスは、恐竜のカルノサウルス類の祖先と信じられていた。現在では、 さらなる研究と調査により、恐竜ではなく、ワニに近縁であることが判明している。人との大きさ比較ヘスペロスクスの全長はわずか1.2から1.5メートルに過ぎず、比較的小型でキャャなワニカタチウアメの動物だった。オルニトスクスやサルトポスクスに、ごく近縁であり、これらに属もまた、ワニカタチウアメに分類される。ヘスペロスクスの後足は大きく長い一方で、 前肢は小さく細かった。このことからヘスペロスクスは実際には二足歩行を示す動物だったという仮説が導かれた。サルトポスクスの後足とヘスペロスクスの後足を比較したところ両者の大きさと強さが等しいことが判明した。両者の長く伸びた後足の長さは潜水より前方の椎骨の長さにほぼ一致する。サルトポスクスは フリードリヒホンヒューネが記載し、条件的な四足歩行の動物として復元した。ヘスペロスクスも同様に二足歩行と四足歩行の両方を用いたと信じられている。細長い手は物を握ることに適しているらしく、食料採集や採掘及び防衛に役立った可能性があり、二足歩行の場合が多かったと考えられている。前詞と後足からは、 それぞれ5つの子骨と子骨が発見されている。ヘスペロスクス脳が長いのは体重のバランスを取るためであると推測されている。オシーが完全には保存されていないため、約45個のオシーを含む尾を持つ、似た主流類を基準として推論された。孔子が強力で体重も軽いため、ヘスペロスクスは非常に機敏に素早く行動できた。 この速度のアドバンテージにより、ヘスペロスクスは小型の獲物の捕獲や大型捕食者からの逃亡が可能だった。ヘスペロスクスの頭骨は部分的にしか保存されておらず、多くの部分は失われている。標本の化学骨と頭骨の保存は非常に不十分だが、顎と頭の基本構造がどのようか示すのには十分な骨が出土している。 頭骨はオルニトスクスに非常に類似する。前頭骨から頭頂骨においては、平たい頭蓋天井とともに、上側頭窓の前方と側方に位置する前、眼下骨及び、後眼下骨に、顕著なくぼみが観察された。前上顎骨と上顎骨の断片からは9つの思想が発見され、うち4つは前上顎骨に存在する。前上顎骨の最初の歯は、 小さいサイズで始まり、徐々に大型化を経て、4番目の歯は明らかに巨大化している。これは、オルニトスクスと比較され、オルニトスクスにおいては似た領域に存在する2本の巨大な歯により定義されている。ヘスペロスクスの歯は、前円部と後円部に、巨子状構造を有し、動物植生動物であったことが示されている。顎の断片は前日の上が骨。 前上革骨を含めて2つ発見されており、前方の破片から9本、後方の破片から5本の計14本の刃が報告されている。元高頭部領域は典型的に主流類のものと定義され、丸みを帯びた関節球、そして円髄とつながる関節球の細長い表面、長く伸びた腹足の板といった特徴を持つ。これら元高頭部の特徴は、 原始的な獣脚類の恐竜やワニといった主流類に見られるものである。ヘスペロスクスの頭骨は比較的大きいため大型の頭骨を持つ恐竜のカルノサウルス類と比較された。広く開く顎を持つ大型の頭により獲物の捕獲と攻撃が可能となるため両者は活発な捕食者であったと言える。そのような大型の頭骨はヘスペロスクスに明確に見られるように 全眼下窓が開いて軽量化されている必要がある。1929年の秋と1930年の夏、ルウェリン・アイ・プライスとウィリアム・ビー・ハイデン及びバーナム・ブラウンによりアリゾナ州北部の上部山上系からヘスペロスクスが発見された。標本はオット・ーフォル・カンバックの博物館に輸送され、慎重かつ精密な組み立てが行われた。 ピッツバーグのカーネギー自然史博物館のシドニー・プレンティスが様々な骨の描画を行い、ミュージアム・イラストレーターズ・コープスのジョン・ディ・グランド、ロイス・ダーリングが模型画像を制作した。ヘスプロは古代ギリシャ語で酔いの明星を意味するが、これがなぜ俗名に与えられたかは不明である。一方で、ヘスペロスクスはワニに近縁であるため、古代ギリシャ語でワニを意味するサッチャスが与えられている。 種商業を上げらずワージル、またはアジリティを意味し、孔子の構造に基づくと、ヘスペロスクスが非常に機敏な動物であるという仮説を反映している。標本が発見された正確な場所は、アリゾナ州キャメロンから南東へ6キロメートルの位置に、あり、リトルコロラド川のターナー交差に近い。この場所は、特に山上期の脊椎動物化石が産出する。このエリアは、 リトルコロラド川が渓谷を流れる、チンリー層の一部に位置する、モーエンコピ層の約 256km 上流にあたる。ヘスペロスクスとともに、他の数多くの標本が同じ地域から発見されており、三畳期の淡水性の全骨カズナの魚類のものと思われる光林、食粒類の複数本の葉、数多くの小型分子イモクステレオスポンディリア木の化石が含まれる。 さらに、大量の小型の歯が出土しており、ヘスペロスクスとして断定されたものもあれば、両生類に関連する動物割り当てられたものもある。これらの歯がヘスペロスクスの獲物のものである可能性が指摘されている。ヘスペロスクスの化石が原始的重脚類コエロフィシスの化石とされていた時期もあった。複数のコエロフィシス生態の腹部から、 妖体のコエルフィシスと推定される骨が発見され、コエルフィシスには、共食いの習性があったと長らく考えられていた。しかし、これらの事例のうち数件においては、妖体のコエルフィシスとされていた骨が実際には、ヘスペロスクスであることが判明した。復元、ヘスペロスクスは、陸上動物であり、その速く走る能力は適合性として、最も有利である。 山頂期のアリゾナ北部は湖や小川といった水域に囲まれており、これはヘスペロスクスが完全に陸上動物でありながら水辺に生息していたことを指示している。ヘスペロスクスの発見された地域から出土した氷林は山頂期の淡水魚のもので、小川や浅い湖に生息していたセミノトゥスやレピドテスのものである。 ヘスペロスクスのそばで発見された食竜類の葉及びステレオスポンディリア木の椎骨は氾濫現状に小川や湖が存在したことを示唆している。また、三畳紀の両生類のものである小さな葉が複数発見されており、水辺の生息地を両生類が占めていたことが示唆されている。また、蒸気のようにヘスペロスクスの化石がコエロフィッシュの腹部から発見されていることから、 ヘスペロスクスは、こうした他の捕食動物の餌食になっていたことが示されている。ありがとうございます。